っていきまーす。意外とうまそうでしょ。決めた。オーディションをします。オーディションしまーす。ちょっとガチャしたくなってきた。いくぜ、プラチナ 1%。 頼む、お願いマジで来てほしい。 23歳だ。うん、でもポイント高い。 72はすごい。おお、おお、初めてシルバー出た。やったー。15歳やん。15歳でほぼほぼやん。すごい。シルバーだー。写真撮影の報酬に2倍ボーナスを得る。すごすぎ。やばない？とりあえずもらうよ。とりあえず全部もらう。口コミキャンペーンの成功率が上昇し、オンラインコンテンツの効果が少し高まる。こいつをもらっちゃうよ。金銀銀はちょっとテンション上がる。頑張ります。4人も入っちゃった。でっけえこの事務所、でっこ。ここちょっと一回プロフィール見よっか。うわー、でもさー、俺マジで捨てらんないんだけど。ロコカがこの顔じゃなかったら一瞬で引退させた。マジで頑張ってる。いや、これロコカちょっと、え、ねえ、糸目に猫の耳は反則なの？これしかない。これしかない、マジで。ちょ、待って、これ、とんだようさんのこのゲーム。待って、上から行こうよ。スタミナみんなある状態。ココカちゃん、もう名前もさ、変えよう。ここか。ひなりんご。めんどくさい。ゴコカは12歳じゃないよ。ゴコカは23歳ね。23歳、猫耳猫目、ダンス下手くそ、将来希望なしが可愛いんでしょ。シングル作っちゃうわ。ちょっとシングル作らして。トレンドを見ましょう。うわー、研究ポイント足んねえ、これ。メタル反抗エレガントだけど、更新38日前。これトレンド変わってそうだな。タイトルが思い浮かばねえ。ちょっと待って、ヒントもらおう。日本語の曲欲しいよな。読めんのじゃ。君が代はまずいんだよな。君が代はメタルになっちゃうんだね、そうなると。君が代っていう名前で、メタルで反抗でエレガントなの？はい、か。君が代。まずはマーケティングからいこうかな。廃止します。ここ任して。お金欲しいにゃ。クール広告のオファーが欲しい。おー。これはすぐ、達成できそう。どうした？シーナリンゴが来た。私のニックネームは何が気に食われんだよ。事実を書き連ねたんじゃ。どこに不満があるの？俺まだわからないんだけど。え、かっこ悪いじゃないですか。やばいやばいやばい、こいつやばいわ。なんか根本的にシーナの血を持ってる。シュバルツ・ベントとか、ブラッティ・レインとか、やばいやばいやばい。これ、要望聞いた方がいいのかな。
いや、マネージャーとしてね、よからぬ道には行かない方がいいと思うんだよね。いや、ここは強制してあげよう。いや、しょうがない。これはしょうがない。これはしょうがない。お前のためだ。分かったよ。うっせえな。椎名林檎って何歳なんだよ。いやもうさ、生誕した時からこの顔だからね。椎名林檎として生まれてるんだよ、こいつは。ねえ、俺アタックしてみたいんだけど。じゃ、レベルどんぐらいになったらアタックしていいのかな。でもうまそうな顔してるもんな。給料バカ上げて、気分良くなったやつに、じゃ、一人だけ給料良くしよう。アタックするやつ今決めるか。俺ゴリゴリのセンターみたいな顔の子あんま好きじゃないんだよね。5個か落とすか。じゃあ5個か落とすわ。5個かどんぐらいで満足すんの。5個か。ココちゃん5個か。5個か。ライチョウショウ5個か。おい、何やってんだお前。ほらちょっと待って、5個かに給料上げるとさ、小麦ちゃんが納得いかねえってさ、満足度が下がるんだけど。おいマジか。こんなことが起きるの？ちょっと待って。緑にして止めとくか。うわ、やば。高お前らの給料。でも、まあ、それ以上に稼いでるし、50% 維持させてやっか。オッケー。じゃあ、5個かを口説きにかかります。てか、なんか交際関係とか見れんだな。交際関係見れるなら、ちょっとお前どうなってるか見よう。うえ。いる、まだいる。いや、雑談でしょ。まだ俺たち、あれやべえ、ゼロだった。あまりにも雑談してなかった。雲を飼っているね。はい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 。あ、え、何何お前、何、はあはあ、何してんだよ、椎名林檎。B が面白いコメントを投稿したが、ジョックの受けが悪かったらしく、多くのファンが怒り、椎名林檎47歳が謝罪を求めている。ここへとは、ちょっと待ってくれ、高すぎるよ。コンサートのためにお金集めてんだよ。やばい、尖りすぎてるこいつ。椎名林檎尖りすぎてる。いや、ファンに謝罪させよう。こういうのまず謝るとこから始まるから。椎名林檎謝罪とかしたが、元のとこよりも怒ってる人が増えてしまったらしい。何か間違ったかし、もう訳わかんねえよ。終了。来た、君が代をちょっと発売していいですか。君が代を発売。お願いします。あー、すごい、うわ、すごい、マジでデジタルコンテンツバカ売れするんだけど。よかった、椎名林檎の分取り返した。輝いてるよ、輝いてる。いやー、な、この、こんなでけえ儲けをさ、おめえ一人のミスでなんで賠償。プラマイゼロになんねえといけねえんだ。ふざけんな。一回コンサート作っちゃいまーす。へぇー。コンサートホール。で、もう始まりの曲は、ハーレムチャチャチャって決めてるんだよ。うちのデビュー曲。で、センターは、なりかちゃんね。どうしよう、何入れよう。行くか、椎名林檎、日本。フレーフレー、日本バレー。お前のセンターにするのマジもったいないな。こっちにするか。能力値84だもんね。明らかに違うもん。で、ここら辺の休憩で出してやるよ。私の曲だったんですけど歌えなかったんですよねっていうトークをしなさい。君が代。君が代のファン満足度 100% なんだけど、この曲はどうしよう、誰に歌わせよう。すごい曲ができて、うちの代表曲なんだけど。BTS でいうダイナマイトなんだけど。はぁ、ここか。ダメだ、さすがに任せられん、ここかには。これでいこう。OK、これでいきます。たけーたけー、かなりいいコンサート。
リカが地方 DJ の男性、なんちょ、吉崎くんと声で抱き合ってる姿が目撃されてしまった。匿名掲示板写真で撮った。あ、マジかよ。なんてお前ら。いや、でもうち、別にそもそも恋愛を禁止してないんで、事実関係を認めるが謝罪はしない。うわ、どっちがいいかな。無視はないと思うんだけど、デートではなかったとしちゃうかも。これ無理やろ。これ抱き合ってたら。これ!おお、否定的な意見を叫ぶ一部ファンを除けば世間は OS ニュース無関心で、お前が人気ないだけや。こっからちょっとスタミナ調査。はい、すいません、ごめんなさい。何?ハレム学園の文門のいくつからノミネートされたと連絡を受けました。公式発表本日行われそうです。大きな反響があるといいですね。一気に来ちゃうぜ、時代が。受賞のスピーチ内容を考えててください。最大に立てと言ってるんじゃありませんよ。誰もプロデューサーだ。せえな、お前ぶん殴るぞ。まあ受賞しないと意味ありませんけどね。用意しておくに越したことはないです。間違いないな、それは。とにかく1週間ありますから、よく考えててください。なんかすることあるのかな、これ。ほっ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 、なんでシーナリングが最優秀プロダクションをもらってるんだ。納得いかないけど。おめえが誰に感謝をするかだ。そうなると俺だわ。誰に一番迷惑をかけてるかよ。俺だわ。任せてみる。やっぱりうちのセンターだし、こいつは超優秀なんだよね、マジで。任してみよう。これでいこう。よしよし、いい感じに休憩させられてきた。受賞式初めてだ。今年もやってまいりました。アイドル、お前がいっちゃん可愛い。安住健吾さん、表彰していきたいと思います。はーい。天海祐子さん、この賞は年間を通して最も精力的に活動したグループに贈られます。やはり必要量ですからね。安住さん、どちらも大切です。おめでとうございます。あれ、おめでとうございます。あ、ちょっと待って、めちゃめちゃ独占してるやん。おめでとうございます。おい、まあ、ちょっと待って、俺たちはどこで表彰されんの。グラビアクイーン賞、おめでとうございます。あれ、本年度の最優秀新人アイドル賞か。頼む頼む、なんか一曲でもいい。おめでとうございます。まずおめでとうございます。最優秀プロダクション賞ということは、うわシーナリンゴだ。すげえ、まさかのリンゴなんだけど。あの炎上が効いたな。ありがとうございます。ハルム学園素晴らしい仲間たちのおかげでございます。多くの方々、特にファンの皆さんのおかげで、まともなスピーチができんじゃねえかよ。すごい影響力上がった。うわー、そんな上がるの。なんかビーガン否定派の票を集められた。さようなら。あー、ありがとうございます。よし、よかった、マジでよかった。この流れで行こう、コンサート。目的のためなら手段選ばない、そういう人。解雇すっかんな、ブス。よっしゃ、お前をクビにしてね。卒業せよ、お前は怖い。 10% でミスるよね。ミスるよなー、なんでだよ。なんでこんな、ここが好きになってるイベントが多いんだ。マジで立ち直れないんだけど、どうにかなってしまうかもしれない。ここが、お前の愛は本物だったんだ。行かせていただきます。アタック。